はい、こんばんは、山城と申します。さあ、これね、JR 西日本ターミナル駅完全制覇シリーズの、ね、続きにしてあるかなと思いますけどね、すいませんね、あの後、ドライブ帰ってくる途中のところ長島ぐらいまでは使ってるのかなと思いますけど、その先ね、締めの挨拶ね、撮るのすっかり忘れとってね、そのままね、帰ってきてしまったんで、まあ、日が明るくなってきたんで、今からね、食レポをね、やっていこうかなと思います。ということでね、最初はね、あそこにあったあれですね、名物、揚げの炊いたのっていう、ことで、新鮮館、奥越さんが、買ってきた、ハニーさんのことのやつですね、お惣菜をね、食べていこうかなと思います。で、また、毎度のごとく、食べとる地位のところは、山田もぐもぐにしてしまうというね、報復式でね、この錬金術いいね、うん。で、なんならもう、詳細とかあれするんじゃなくて、もう、詳細は別に日本のね、人向けにこうやって喋ってるのをね、こっちの レビューの方でね、見てもらったらいいんで、うん。多分、その、もぐもぐの方の方が先に上がってると思いますけどね。まあ、そのああいうね、感じでね、また、チェックしてもらったらいいんじゃないかなって。ちょっとリアルタイムでね、合わせるのがちょっと難しいんで、今、タイムスケジュール的にね。普通に朝、もう朝飯かな、この時間だと朝飯になるのかなっていう時間ですけどね。さあ、じゃあ、食べていきたいと思います。では、いただきます。まあ、気づいたんですよ。もうね、20倍速も40倍速、まあ大体40秒に収めてるんですけどね、この、今、山田もぐもぐってショーテで流してるやつって、この食べてるところを早送りしてるんですけど、これ大体40秒で低速、大体どんなに食べとっても、5分で2分とかで食べとってもね、10分ぐらいかけとっても、全部、40秒に収めてるんですけど、そうするともう25倍速とね、30倍速ってね、そんなに区別つかない。なんでね、もうゆっくり食べていこうと思います。早食いはね、山田チャレンジの方でね、またやっていきたいと思いますんでね。おー、すごいすごいすごい。めっちゃ染みてる。あ、めっちゃダッシュ染みてうまい。いいですね。これあれですね。お店の名物なんだろうなってあれしてましたけど、お揚げ自体がこの辺りではよく作られてるみたいですね、豆腐とか。なんか、醤油屋さんの蔵とかもあるみたいなんで、お水が、伏流水がね、有名なのかなっていうところで。ちなみに普段はね、もういろんな色を買ってきてたじゃないですか。あれ全部並べて普通にね、これ取ってこれ取ってってやりますけど、一応ね、1品目ごとにね、やることなんで、まあこれだけはね、どうしても縛りはできてしまいますけどね。美味しい。この汁、めちゃくちゃ収穫なんだよ。映る？めちゃくちゃ収穫ですからね。普通につゆとご飯でも美味しいですね。だしは関西だしですね、やっぱしこっちが。で、お揚げさんからも出汁が出ますからね、うまいっすね。いいですね。ラスト一口。ごちそうさまでした。いや、いただきました。美味しいですね。いいですね、お揚げさん。ちゃんとめちゃくちゃジューシー。まあ、こんなんでね、肉厚なね、お揚げさんなんでね。美味しいですね。だしもしっかりと効いておって。これはもう朝飯にちょうどよかったですね。このために買ってきたと言っても過言ではない。
っていう感じでございましてね。他にもね、いろいろ買ってきたのもね、このままね、食べていきたいなと思いますんでね、そっちの方も、チェックしていただければと思います。これ、さすがに、サバ以外は多分一緒のレビューにしてるかな。ショートは分けてると思うけど。じゃあ、次何だったっけ？あ、めっちゃ、梅雨だ。次あれか、ハンバーグか。これですね、手作り富士バーグ、行こうと思います。まあ、また写真撮って、写真撮らないといけないから、一回止めないといけないんだ。